こんにちは、速稼塾受講中の皆様。速稼塾に参加すると一番最初に、ね、おすすめするのはこの椎の木康晴シリーズですよね。まあ、こちらの方はパート2になりまして、毎日毎日新しい、儲けの案件が紹介されております。まあ、こちらの方を、ね、実践していただければ、まずですね、お金が作れないってことはないんではないかなと思いますし、私も実際ですね、2013年に始めた時はこの方法をずっと繰り返してきて、最初の売り上げを作ってきました。最初の35日1ヶ月でですね、80万円、それから3年間で300万、その他プラスアルファで様々な、ね、稼ぎ方を紹介してきましたし、私も実践してきました。で、特にね、アフィリエイトっていうやつは今ちょっと難しくなってるんですけども、当時ですね、私にですね、まあ、毎月のように200万円から300万円のもたらしてくれた、200万300万の売上利益をもたらしてくれた方法でございます。18ヶ月連続で、私はね、アフィリエイトのトップランクに乗ったまま、そのまま退場したわけなんですけども、今ですね、このアフィリエイトってものがまたですね、もう盛り上がってくるんじゃないかなというふうな予測も立てております。まあ、今ね、広告業界は結構きついんですけども、必ずね、緊急事態宣言が解除されまして、今徐々に解除されてますよね。広告ってのも再び戻ってくると思うんですよ。で、それまでずっとね、蓄積していた購買意欲ってものが、これが国民にですね、波及してきた時に一気にですね、広告事業っていうのも伸びてくると思いますね。まあ、そういった意味でもやっぱり今後もですね、メディア戦略、広告戦略っていうのはビジネスする上で欠かせないものになると思います。その下地して知識、それから何ですかね、一番最初のね、基礎としてこの椎の木康晴シリーズで、まずは自分で広告ってものを使って、きっちりとね、売り上げを数万円とか数十万円上げてみるってことは、かなりね、有用なんではないかなと思います。私もね、お墨付きのこのコーナーですんで、諦めずに繰り返していただきたいと思います。まずですね、売り上げを立てたことがない方は椎の木康晴シリーズ、どれでもいいんで1個やってみてください。まず売り上げ立ちますん でそれを繰り返していくことによって、その売り上げを大きくすることもできますし、それを立体展開ね、まあ、いろんな人にね、伝えていくことによって売上マーケットというのはどんどん広がっていくと思います。まあ、実践していただいて、そしてね、まあ、必ずやればぶつかります。やれば分からなくなります。その時には椎の木康晴、彼に、ね、連絡してみるか、私の方にご連絡いただいてもいいんですけども、ここはですね、椎の木康晴シリーズのその主事としてですね、しっかりと発信している椎の木康晴君にメッセージを入れていただければと思います。それでは本日は椎の木康晴シリーズの挨拶に変えさせていきました。これからもね、有料案件をどんどん紹介していただけると思いますので、お楽しみにされてください。それでまだね、椎の木康晴シリーズ取り組んでない方とか、全部は見れてない方、日付を遡ってですね、最初のパート1から見ていただくと、またですね、違った見方ができると思います。もう本当にね、この椎の木康晴シリーズ頼りになりますんで、どんどんやってみてください。少なくとも5050円は稼げますし、多い方で12万っていうのはね、4月の速稼塾に参加した方の最初の1週間の売り上げの紹介でもう皆さんにもね、お伝えしたと思いますけども、こちらの方ご利用いただいて、まだね、稼げてない方、特にね、私やってほしいのは50代前後の方ですよ。50代前後の方に自分で稼ぐという経験をしていただいて、そしてそれをね、どのように発展させていけば一桁上の売り上げになるのかってことは、私の方にお尋ねいただければと思います。それでは引き続き速稼塾並びに椎の木康晴シリーズ、ご期待ください。それでは失礼します。